まあ、しっかりまず勝ち点3を取らなきゃいけないということで、まあ、自分たちが、まあ、表現したいものっていうのをしっかり出したいなと思ってますし、特に、まあ、ここ3試合で1得点しかないんで、その得点力っていうところは当然、しっかり上げれるように、やっていきたいと思います。ストローがなくて勝ちたお願いします。テンション高いな。出てきたらもう。するために残ったツガンどういうことだよ。たぶんあれ、サキさんがまだ部屋にいたからまだ復活しないと思って今回だと思ったら、サキさんめっちゃ見るやん。
相手を少し剥がしながら切り返し効きました。もう一回、もう一回、そしてクロスボールだ、ボレーポスト。さあ皆さん、お待たせいたしました。さあ、ランキングでプロフェッションショーの競争です。本日のプロフェッションショーは